岡井いよくしゅるは、トルコイズミル県、コナク出身のプロサッカー選手。トルコ代表、イングランドプレミアリーグのウエストブロムビッチアルビオン、FC に所属している。ポジションは MF。2010年に、アルタイ SK で16歳で、プロデビューし、2010から11シーズン33試合4ゴールを記録し、若くして主力選手に君臨。翌2011年6月に、 カイセリスポルに引き抜かれ、2015年からはトラブゾンスポルでプレーし、主力選手として活躍。ユース代表でも主軸を担った。2018年6月15日、スペインプリメーラディビシオンのセルタデビーゴと5年契約を締結した。2021年2月1日、ウエストブロムウィッチ・アルビオン FC にシーズン終了までのレンタル遺跡で加入。 15歳の2009年からユース世代のトルコ代表に招集され、2013年に自国開催となった 2013FIFAU-20 20ワールドカップにも出場し、グループリーグの対オーストラリア戦でゴールを記録。2015年11月にカタールで行われたギリシャとの親善試合でフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。